イギリスの政治家、外交官、貴族。首相を務めた初代ゴドリッチ施策、フレデリック・ジョン・ドビンソンは子息である。1738年11月30日、中委員講師のトマス・ロビンソンとその妻フランセスの長男として、オーストリア首都委員に生まれる。ウェストミンスタースクールを経て、ケンブリッジ大学クライス・ツカレッジを卒業。 1761年から1770年にかけてクライストチャーチ選挙区から選出されて庶民委員議員を務める。1770年に父からグランサムダン社会を継承して貴族院へ移籍した。1770年から1771年にかけて副区内長官を務める。1771年から1779年に かけては中スペイン大使を務める。1780年から1782年にかけては第一商務卿を務め、1782年から1783年にかけて外務大臣を務めた。1786年7月20日にロンドンパットニーのグランサムハウスで死去した。1780年に第二代ハードウィック伯爵フィリップ・ヨークの娘、 メアリー・ヨークと結婚し、彼女との間に以下の2種を設けた。ありがとうございます。